理蓮舫で大現状5月27日に放送された日本テレビ系のミヤネ屋において、リカコさんが「蓮舫さんはもともとクラリオンガールですごく素敵なデビューを飾っている。その蓮舫さんが今、こうして政治に携わってくれて本当に立派な女性になっているというのは私は誇りに思っている。やっぱり蓮舫さんは昔から嘘がない。本当にまっすぐな女性だ。 東京を背負うにはぴったりの女性だと思っているなどと発言されたとして、蓮舫さんは昔から息をつくように嘘をつき、批判だけの本当にひねくれた女性であり、東京背負うには最悪だと思うなどとの批判が殺到し、大炎上してしまっております。こちら蓮舫さんに関しては、例えば二重国籍問題で釈明、言い訳が 2点3点どころではないほどコロコロと変わり批判されれば逆切れされ雑誌の取材に対して日本のパスポートはあくまで外国に行きやすいからというだけのものなどとも主張されていたことが確認されてしまっておりますがその他の問題においてもほぼ謝罪すらされることはなく参議院では独裁者呼ばわりまでされているような存在でございます。 まあ政治家としてはかなり不適格であると言わざるを得ませんが、まあ、この李鶴さんの発言に関しては番組内で放送法上の政治的公平性を保つためのものだと思われますけども、まあ、性別をことさらに強調されていることにも違和感を覚えてしまいますが国民の皆様有権者の皆様選挙において蓮舫さんに対し審判を 下していただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました